品作り始める時にはすごい無の状態、何も考えてない。作り出した時にいろんな感情が襲ってくる。最初ここに来た時はすごい広くて、この2ヶ月半3ヶ月ぐらい展覧会をするっていうことがもう最初から決まってあったから、始めたらすごい楽しくて、もうキャンバスを8個も10個も同時に一気に作れて、一気に下地を塗れて、もちろん体力的にはすごい大変だったけど、今まで自分が感じたことないくらいの解放感と共に制作ができたすごい貴重な時間。ハーレムは来たことなかった今まで一回も。金箔作品を作ってみようかなっていうのがすごいただ思いついた。でも私日本でも金箔をよく使ってたし、作品に今までこうちらほらよく金箔を使ってたけど、ここまで全面的に使ったことはなかったんだけど、この場所でしか生まれない作品が生まれたっていう感じが。私が作品作る時にいつも考えてるのは、なんか生きてることと死ぬこと、いろんな感情と戦ってる。私個人的にはそんなに激しいこう人生を生きてきたわけでもない。私本当に普通の人間で、すごく普通。